キーラーは月の裏側にあるクレーターである。東側の円は同規模のクレーターであるヘビサイドとつながっている。キーラーはこの二つの地形のうち若い方のクレーターであり、輪郭もはっきりしている。キーラーの北東にはより小さなクレーターである。ストラットンが北西にはベントリスがある。キーラーの周壁は概ね円形であり、ヘビサイドとの間には直線上のセグメントとなっている。 周壁の北の部分は不規則になっており、北北西方向に向かって、外側に広がっている。周壁内側の一部には、テラス構造があり、特に南半分で顕著である。クレーターの内部には、クレーター堤の東部に、周壁内側に隣接して、プランテが位置している。クレーター内部には、尾根が中央級から、西南西方向に伸びている。クレーター堤は、 一般的なレベルのものであるが、南側の一部の地域に凹凸が見られる。いくつかの小規模、ごく小規模のクレーターが内部に存在する。ルナプロスペクターに搭載された電子反射率測定器による観測によれば、このクレーターは現時を示すインパクトクレーターの一つであることが分かった。磁力の測定値の最も低い場所はこのクレーターの 中心に位置しており、磁力の低い領域がクレーターの直径の1.5倍まで外側に伸びている。科学者たちは衝撃による現時が原因であると考えている。キーラーと命名される以前、このクレーターは IAU によってクレーター302と呼ばれていた。アポロ10号から撮影された写真、キーラーの斜め方向から撮影したもの、アポロ11号から撮影された中央球。 頂点は、クレーター底から約 3.5km の高さである。キーラーのごく近くにある小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。キーラーと従属クレーター。ありがとうございます。